皆さんこんばんは。なんだか寒い日が続きますね。そんな時は温かいものが食べたくなりませんか？ということで、今回はこの冬に食べたい鍋料理ランキングをお届けします。まずは第5位、水炊き。30代の女性の方からは、シンプルで飽きないし美容にも良さそうだからとのコメントをいただきました。鶏ガラのコラーゲンは美容にいいって言いますよね。続いて第4位は寄せ鍋。40代の男性の方からは、鍋奉行の友達がいて毎年ワイワイやるのが定番になっているとのコメントをいただきました。寄せ鍋はいろんな具材が楽しめますよね。私は鶏肉が大好きです。続いて第3位はすき焼き。40代の女性の方からは、子どもの頃からごちそうといえば家族団らんで食べるすき焼きでしたとのコメントをいただきました。ちょっと高めのお肉だと気分も上がりますよね。そして第2位はもつ鍋。30代の女性の方からは、冬には絶対食べたい鍋。焼肉のもつは食べれないが、もつ鍋はとろける感じが大好きとのコメントをいただきました。そうですね、あのプリップリの食感は鍋ならではですね。さあ、この冬に食べたい鍋料理ランキング第1位はキムチチゲ。50代の女性の方からは、風邪の引き始めは必ずキムチ鍋を食べます。体が温まって見事に風邪が収まりますとのコメントをいただきました。私も風邪の引き始めには試してみようと思います。あ、私の鍋の締めはうどんです。皆さんは何派ですか？以上、この冬に食べたい鍋料理ランキング中島みれかがお届けしました。番組へのリクエストや気になるお題へのコメントもお待ちしております。この配信はオリコンモニターリサーチ提供でお届けしました。ご参加いただいたモニターの皆様、ありがとうございました。ご登録がまだの方はぜひ登録よろしくお願いいたします。概要欄のリンクからどうぞ。アンケートに参加してポイントを貯めるとギフト券ももらえちゃいます。最後までご覧いただきありがとうございました。それではいい一日を。